本法案第22条では、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分配慮しなければならない。知る権利を十分尊重しつつ、特定秘密の保護を図ることとしております。知る権利が狭まることはありません。天満基地の危険除去、沖縄の県民の皆さんに対してのこの基地負担の軽減、こうしたことをですね、考えたときに、今日そういう決定があったとすれば、それは歓迎をしたいというふうに思います。11月27日水曜日、時刻は19時を回りました。東京 FM タイムライン、こんばんは、上杉隆です。東京 FM 今井博美です。ニュースプログラムタイムライン、水曜日はジャーナリストでメディアカンパニーノーボーダー代表取締役の上杉隆さんと、この後19時54分までお届けしてまいります。上杉さん、今夜もよろしくお願いします。はい、お願いします。今日久々に国会に行ったら、結構まあざわざわとしてましたね、はい、思ったら当然ながら法案が今日一つ通って、そしてまた、焦点の法案もそうですが、今参議院そして衆議院で審議をしているということで、国会がね、毎回大体年末になるとざわつくんですが、はい、さらにざわつきが大きくなってるなという印象を受けました ね。会期末まで1週間と、ちょっと、まあ、延長するかどうかまだ分かりませんけれども、12月6日が会期末ということですからね、うん、そうですね、まあ、昨日の夜も国会前で、まあ、衆議院で通ったと、通るということで、特定秘密保護法案、これについての反対のデモも行われてたり、うん、はい、まあ、国会にもやらず国会周辺もざわつくという形で、政治の方が大きく動いているような状況です。その政治のニュース以外にも様々なニュースが入ってきていますが、あなたにとって大切なニュースは何だったのでしょうか。11月27日のタイムラインです。中国が沖縄県の尖閣諸島周辺の上空に設定した防空識別圏内をアメリカ軍の軍用機2機が飛行していたことが分かりました。アメリカ国防総省が26日に明らかにしたもので、中国側が求める事前通告なしで飛行したということです。アメリカはこれまでも中国の主張を認めず、防空識別圏内での訓練などを変えない姿勢を示していましたが、あえて飛行を公表することでその立場を鮮明にした形です。10時、特定秘密保護法案は参議院本会議で審議入りしました。今日は安倍総理が出席して法案の趣旨説明と質疑が行われました。この中で安倍総理は、法案が国民の知る権利を侵害するという指摘について、国民の知る権利を尊重しつつ特定秘密の保護を図る、知る権利が狭まることはないと述べ、懸念の払拭に躍起となりました。12時15分ごろ、日本版 NSC 法が成立です。外交と安全保障政策の司令塔機能を担う日本版 NSC 国家安全保障会議の創設関連法案は、今日の参議院本会議で自民党と公明党、それに民主党などの賛成多数で可決成立しました。日本版 NSC は総理大臣と官房長官、外務大臣、それに防衛大臣の4者による会合を常設し、危機管理や安全保障政策の基本方針を決定することが柱となっています。関連法の成立を受けて、政府は日本版 NSC を来月4日に発足させる方針を固めました。この NSC の法案もそうですが、同時に特定秘密保護法案もそうですが、どちらかというと安倍政権になってから、この政治自体が管理の方に向かう方向に行っています。ただその管理の方向もいいんですが、これがですね、政権が変わって、そして10年20年30年先になった場合、どのような運用されるかというところまで考えた上での法律かどうか、このあたりは非常に疑問に思います。自民党沖縄県連、辺野古容認へ転換です。沖縄県のアメリカ軍普天間飛行場の移設問題で、自民党沖縄県連はこれまで主張していた県外移設から名護市辺野古への県内移設容認へ方針を転換することを決めました。自民党沖縄県連の照屋守幸幹事長は、辺野古容認に転じた理由について、県外を求めれば求めるほど普天間の固定化に向かう危機感があったと述べました。日本人メジャーリーガーのパイオニアが殿堂入りの候補に選ばれました。
アメリカの野球殿堂入りの候補者が26日発表され、野茂英雄さんが日本選手として初めて選ばれました。野茂さんはメジャー挑戦への道筋がない中、近鉄を任意引退という異例の形で退団し、1995年にドジャースと契約、1年目に13勝を挙げて奪三振王と新人王を獲得するなど、メジャー12年間で123勝を挙げました。殿堂入りは来年1月8日に発表されます。アメリカの殿堂入りが決まると、大体日本のメディアや日本の野球界も歓迎するという方向なんですが、野茂さんがメジャーリーグに挑戦した95年、相当叩かれてました。野茂さん自身もなぜこんなに叩かれるかというぐらいに、非常に、その時の印象を語っていますが、まあ、出る杭は打たれるという日本の野球界のみならず社会の全体を表しているんじゃないかと、逆に野茂さんの努力には、改めて敬意を表したいと思います。今日11月27日のタイムラインを追いかけてみたんですが、ここでもう一つニュースが入っています。今日の夕方16時30分ごろ、千葉県市川市の歩道で女性が男に腹を刃物で刺されて、女性は心肺停止の状態ということです。千葉県市川市の歩道で今日夕方、女性が男に腹を刃物で刺されて、女性は心肺停止の状態ということです。刺した男は逃走していて、警察は傷害事件として男の行方を追っています。はい、非常に気になるニュースであるんですが、はい、その前の野茂さんのニュース、アメリカの野球殿堂入りと、非常に嬉しいニュースですね。まあ、これまだ候補者ということで、これから投票が行われて決まるということですけどもね。まあ、いずれにしろアメリカのメジャー挑戦、まあ、村上さんが最初ですけど、うん、野茂さんはそういう意味では、本当に、向こうに行って活躍して、ノーヒットノーランも2回やり、本当に、日本のメジャーリーグがを誕生させる道筋を作った方なんで、まさにパイオニアですよね。ぜひとも取ってほしいんですが、一方でこのアメリカが評価するとなると、また海外がね評価するとなると、日本って、評価をするんです。つまり自分たちの評価対象というよりも、他人の評価をものすごく気にする、裏返せば自己決定のできない、国なのかなと。これは野球界のみならず政治も含めて多いですよね。まあ、特定秘密保護法案、今回国会を通りましたが、はい、それもですね、やはり、こういう時こそ海外の評価を気にすればいいんですが、海外の評価非常に低いです。日本のメディアの評価以上にかなり辛辣な報道などもあるんですが、まあ、そういう意味では、さまざまなニュースというのは、見方というのは日本のみならず世界中の見方というのが必要なんじゃないかなとも思いますね。はい、まあ、そういった見方でこの問題今日は考えていきたいと思うんですが、ニュースでもお伝えしましたけれども、この特定秘密保護法案は今日参議院で審議入りしました。安倍総理は今日の本会議で、外国との情報共有は情報保全が確立されていることが前提だと、まあ、改めて法案の必要性を強調しました。反対の声も大きい中、会期末まで1週間余り、審議は本当に尽くされるのでしょうか。海外メディアの意見を聞きながら考えてみたいと思います。今夜ピックアップするのは、秘密法案、外国人ジャーナリストはどう見る。国民の皆様の中には、特定秘密の指定が恣意的になされるのではないかといった懸念を有する方もおられるとは承知をしておりますが、本法案には適正な運用を確保するための重層的な仕組みが様々に盛り込まれており、今後とも国民の皆様に丁寧に説明してまいります。今日の参議院本会議、これからも国民の皆様に丁寧に説明していくという安倍総理だったんですが、まずは江崎さん、この法案昨日ですね、まあ、与党が採決を強行する形で衆議院を通過したわけなんですが、どういうふうにご覧になりましたでしょうか。まあ、国民にとっても非常に大きな影響があるんですが、何といっても記者ジャーナリストたちにとって、報道にとって大きな影響ですよね。そういう意味では通過したからということも、でもないんですが、その成果正しいか間違っているかは別として、この法案が通るってことは日本のジャーナリズムにとっては敗北に近いのかなと思いますね。はい、では外国人ジャーナリストの方はこの法案どう見ていらっしゃるんでしょうか。ここで AP 通信の特派員エリック・タルマジ記者と電話がつながっています。タルマジさん、こんばんは。お久しぶりです。上杉です。こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ。特定秘密保護法案と日本の国会の方で、まあ、事実上通過を、衆議院で通過で成立になりますが、今後、この法案についてどのようにお考えですか。そうですね、私もやっぱりさっきの方と同じように、ジャーナリストの立場としては、まあ、基本的に秘密法みたいなものはない方がいいと思う立場なんですが、まあ、現実的に考えれば、
ある分野によっては仕方がないということを、まあ、認めざるを得ないと思うんですけど、でこの法案はこれから私は心配するのは、そのやっぱり秘密の定義とかこれからの法案の運営とか、やっぱり、こういう法案が必要であればできるだけ狭く幅を狭くした方がいいということだと思うんですけど、それはちょっと、はい、どうかなと思います。そうですね、アメリカでもこれに近い法案はあるが、ただ、例えばその、国家反逆罪とかスパイ法に近い形で、要するに国家の、に対して損害を与えた場合というかなり限定的になってますよね。ただ日本の法案の場合は、エリックさんおっしゃるようにかなり幅広い形で、今後運用がどうでも扱えるというような法案のところが非常に、微妙なんですが、この安倍総理はですね、今回この法案についてはアメリカと、情報共有するにはこの法案が必要だというふうに強調してますが、そのあたりはどうなんでしょうか。そうですね、アメリカもそういったような主張もしてるんですね。やっぱり日本も同じようアメリカと似たような法案を作った方がいいというのは前から言われてるんですけど、アメリカの方は歓迎するんですけど、それはアメリカはアメリカの立場で、で日本は日本国民にとってはどういう影響があるかということを、まあ、アメリカは別に考える必要はないということなんですよね。なるほど。ですからそれはちょっと、まあ、アメリカは歓迎するけど、これ果たして日本のためになるかどうかはこれから分かると思います。アメリカでは、最近とか、まあ、今年スノーデン元 CIA の職員、関連職員の事件というか件ケースなどがありましたけど、はい、この経験から例えば日本政府がこの法案について、まあ、成立を加速させたとかですね、あるいはそういうようなことが起こらないように政治の方が、事前に、法律を作ったという見方もあるんですが、このあたりはスノーデンさんの事件と絡めてどうでしょうか。そうですね、その辺は私は、まあ、その裏の話は分からないんですけど、まあ、その逆にそのスノーデンの事件があったから、まあ、その、ことがあったからこそ、慎重に考えるべきじゃないかなと思うんですよね。だからそういったような法案を作るというよりは、慎重に慎重にということが必要じゃないかなと思うんですけどね。まあ、ジャーナリズムの立場からするとこの法案というのはかなり、厳しい法案だと思いますし、日本のフリーのジャーナリストとかも意外と声を上げたんですが、大手のマスメディアの方があまり積極的に反対の声を上げなかったというのが背景なんですが、このあたりはどのように見られてますか。そうですね、まあ、確かに、これはメディアに対してはかなりの、まあ、打撃になり得ると思うんですね。で、まあ、海外のメディアは、日本で活躍している海外のメディアは、まあ、今すでにいろんな、なんていうか、まあ、やりにくい状況があるんですね。例えば、まあ、秘密にされている情報は今でもそのリクエストすると、まあ、ある期間が経てば、まあ、もらえるとかそういったようなことはあるんですけど、アメリカよりはちょっと、まあ、曖昧なもので、これからそれがどうなるかなとか、そのアーカイブの問題とか、その秘密にされて、どのぐらいの期間で秘密になるとか、そういったようなことは心配なんですよね。それをもうちょっとマスコミが、まあ、声を大きくして、するべきだったんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。まあ、日本だとアクセスのしにくさというのは、例えば記者クラブシステムとかそういうものでマスコミ自身が作っているものもありますしね。そうですね、そういう意味ではちょっと日本とアメリカは単純にジャーナリズムで比較はしにくいんですが、ただ、そうは言っても取材をする立場からするとこの法案というのは決してプラスにはならないというふうに考えるんですが、海外ではこの日本の特定秘密保護法案についての報道というのはどんな感じで伝わっているんでしょうか。まあ、大体はなんていうか、その事実だけを伝えているような感じで、あんまり長くなんていうか社論とかそういったようなものは出てないと思うんですよね、特に。ですから、まあ、日本のニュース、まあ、世界のニュースの中でこういったような話はあんまり大きく取り上げられないんですよね。まあ、ですからそれはちょっと心配なんですけどね。なるほど。まあ、あまりよくわからないというのもそうですし、ワシントンポストが若干ストレートニュースではなくて少しエディトリアルかフューチャーをしたところというのが記憶にあるんですが、あとは確かにおっしゃる通りほとんど、ストレートニュースで終わってるような感じですよね。そうですね、という意味では、
まあ、見過ごされているしまっているニュースだということもあるんですが、はい、いや逆にそれは日本のプレゼンスというか存在感というのがあまりもうなくなっているということの表れでもあるんですかね。まあ残念ながらそういうこともあると思うんですね、うん、特にそこまで詳しく記事を書いても、まあ、読者の数が減っているということは、まあ、残念だからだけど、事実だと思うんですね。そうですね。それが、まあ、まさにその日本に対する関心が減っていく中、外からの目も、薄くなり、そして、安倍政権がもう一回こういう法案を作ると、いうことで若干、メディア的には心配ではあるんですが、エリックさん自身この安倍政権、安倍さんの総理、安倍総理に対してどのような印象をお持ちですか。これは本当に他にも今日 NSC の法案が衆議院で通過したとかあるんですが。そうですね、まあ、その辺になるとやっぱり方向記者であってなんていうかニュートラルの立場をできるだけ取りたいと思うところなんですので、うん、あんまりそういったようなことを、まあ、この総理はどうかということはまあ、コメントは控えるんですけど、はい、まあ、こういったようなことを、まあ、ある程度、安倍総理自身が、自分の、パワーベースを信じて、いろんな自分のやりたいことを、やってみようということに一つのことだと思うんですね。はい、リクさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。AP 通信のエリック・タルマジ記者にお話を伺いましたが、まあ、タルマジさんもね、おっしゃっておりました、こう、アメリカのことを気にするよりも、日本国内もっと慎重に考えた方がいいんじゃないかというようなことありましたけどもね。そうですね。まだ日本のニュースが、少なくなっているというのはそうですね。うん、特に AP 通信、あとロイターも含めて、ワイヤーサービスっていうのは意外とストリートニュースでこういうニュース流すんですね。はい。そういう意味では、そのニュースもそんなに多くないとなると、逆に海外からの関心が減ってると。まあ、私もアメリカの新聞にいたんで実際分かってて質問したんですが、うん、そこに対してコメントをするということもあんまりないことなんですね。それはまあアメリカの、ジャーナリストだからというよりもむしろ、政治に対してはある程度、若干、ニュートラルというか、少し下がった目で、どちらかの立場に偏ることなく自分の主張を乗っかるという、いわゆる新聞記者と違って、通信記者の立場というのをまあ、きちんと守りながらの答えだったのかなと思いましたね。この時間は秘密法案外国人ジャーナリストはどう見るをピックアップしました。さて12月2日来月2日から7日までアゼルバイジャンのバクーで開催されるユネスコ第8回無形文化遺産保護条約政府間委員会で和食が無形文化遺産に登録される見込みとなっています。このユネスコ無形文化遺産には日本からは歌舞伎や能楽などすでに21件が登録されています。まあ、今年の6月には富士山が世界文化遺産に登録されましたけれども、この経済効果静岡県側で61億円山梨県側で38億円だったというんですね。上杉さんはね、学生時代この富士山の麓で過ごされていたわけなんですが、改めて富士山の世界文化遺産どうだったんでしょうかね。そうですね、標高960メートルの富士山の、まあ、中腹の手前のところですよね。山の奥村に住んでましたけど、まあ、地元は良かったんじゃないですかね。実際そういう声も聞いてますし、その山梨県、静岡県富士山を抱える地元は良かったんですが、別に富士山にとってはどうでもいいことですよね。富士山変わってないんで、そういう意味では、これもあくまでも自己満足というか日本人の、国際的権威好きというのがなせる技なんじゃないかなと若干ちょっと冷めて見ていましたが、まあ、そしてですね、まあ、和食のこの今回のですね、無形文化遺産登録についてもですね、まあ、手放しで喜ぶことはできないとか、もはや幻想に見えるという意見もあるようなんですね。そうですね、まあ、一体この和食の無形文化財、その和食というのは一体何ぞやというところでまず引っかかってしまうこともあるんですが、歌舞伎とかですね、能とかそういうことに比べると随分分かりづらい曖昧なものですよね。で、まあ、日本では曖昧なものはまあ、ある意味理解されやすいですし、例えば、まあ、大江健三郎さんじゃなくてその前の川端康成さんノーベル文学賞を取った時も曖昧な日本の私とかそういうテーマでやるんですけど、まあ、なかなか国際的には受けられるかどうかというところもあるんですが、そのあたりの疑問も含めて、この和食というのはどういうものなのか、和食の無形文化遺産登録というのは
果たして手放しで喜んでいいものなのかどうか、考えていきたいと思います。今夜タイムラインがフォローするのは、和食の無形文化遺産登録を素直に喜べないわけ。今上杉さんからもじゃあ和食って何なんだというお話ありましたけども、ここで言う和食とはですね、一汁三菜を基本的な献立としたもので、3世代前の日本人が家庭で常食していたものとあるわけなんですね。農林水産省によりますと、新生では和食を料理そのものではなくて自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた食に関する習わしと位置づけているとしています。そしてその内容として次の4点を挙げております。新鮮で多様な食材とその持ち味の尊重、栄養バランスに優れた健康的な食生活、自然の美しさや季節の移ろいの表現、正月行事などの年中行事との密接な関わり、まあ、この無形文化遺産登録について手放して喜べないとするのが料理人で小説家の樋口直哉さんです。樋口さんは被災地支援事業復興デパートメントのレシピ監修を手掛けるなど、まあ、料理人として活動し、また小説家としては来年映画化もされます大人ドロップなどの著書もあります。ここで樋口さんに手放して喜べない理由について伺ってみたいと思います。樋口さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。樋口さんはこの、まあ、この和食の無形文化財登録を、手放して喜べないと、まあ、私もかなり同感ではあるんですが、まずなぜ喜べないのかちょっと、はい、ご説明いただきたいんですが、簡単に申しますと、はい、その和食と定義されたものが3世代前の家庭料理という点に引っかかりを覚えるんですね。3世代前、それは、3世代前というと昭和30年代、はい、3丁目の夕日みたいな世界観だと思うんですが、そういった世界観の中で、お母さんが作ってくれた料理というものを保護していこうというのが今回の無形文化遺産の登録だったと思うんです、うん、で、まあ、登録申請の文言にもお袋の味という言葉が踊っているんですけども、はい、果たして今の世の中でお袋をキッチンに閉じ込めてですね、料理をさせてそれを文化だとして残していい可能なんだろうかってどうしても思ってしまうんですね。また3世代前のお袋の味と今のお袋の味も随分違いますよね。実際現存してるかどうかっていうのも非常に、怪しいんですが、まあ、その申請を喜んでいる方々というのは、はい、その日本の料理がその3世代前に比べてダメになったと言ってるわけですよね、はい、完全になって養殖化が進み、まあ、家で料理をしなくなったので、まあ、なるべくそれをやめてですね保護するようにしようと言ってるわけで、まあ、それは間違ってはいないことなので、このことについて反対はできないんですが、ただそれを、例えばユネスコの無形文化遺産に登録すればそれが、伝統が守られるかっていうのはちょっと安直な考えの気がするんですが、そうですね、だからユネスコの無形文化遺産に登録することが、まあ、果たしてそれを保護するということになるのか、で登録の申請内容に一番保護するための候補策というのを書かなくちゃいけないらしいんですが、はい、そこでは食育の推進というふうに書かれているんですね。まあ、果たして教育で良くなるものなんでしょうかね。それはどうですかね。ユネスコがからすれば、まあ、勝手に日本でやってくれという感じだと、ね、国内から見ても相変わらずの日本のこの国際的権威好きというか、それを利用すればなるっていう、まあ、役人の考えたことなんでしょうけど、まあ、ちょっと否定的なことコメントであれですけど、そもそもこの和食の、3世代前からすると随分和食離れも起きてますよね。はい、それで曖昧とした和食って言ってもピンとどうしても来ないと思うんですよね。このあたりはどうなんですかね。ここは難しいところで、和食離れが起きているっていう言葉がすでに引っかかるという引っかかるんで、うん、一体その離れている和食とは一体何なのか、申請内容では、はい、なぜ3世代前にしたのかということについて、まあ、会長の熊倉さんはすき焼きやとんかつを入れられるからっていうふうに
まあ、ある雑誌の対談の中で答えられてるんですが、豚カツ離れが起きてるかっていうと、ちょっとクエスチョンじゃないですか。豚カツ、結構増えてますよね、豚カツ専門店。でしょ。だから、和食離れっていう言葉で、まあ、片付けていいものなのかっていう気がするんですね。うん、単純に、まあ、どの、お店も、文句が出ないようにしたんじゃないかと。海外に行っていつも思うのは、まあ、海外に行って思うのはですね、和食っていう分かりづらいものよりも単純に寿司とか刺身とかした方がよっぽど分かりやすいんじゃないかと思うんですけど、そういうことはできなかったんですかね。ユネスコの無形文化遺産登録というものが、その食単体を登録するということができないというか、ジャンルにはないので、どうしてもそういう漠然とした習慣、お祭りですとか、そういうものに絡めて登録するしか方法はないというのが現実的な方法だったというところではないでしょうか。なるほど。ここでですね、その和食ということについてですね、アメリカでは一体どのように唱えられているのか、アメリカニュージャージー州在住作家でジャーナリストのレーゼ昭彦さんに伺ってみました。もうどこの国に行っても外国料理ってのはものすごく魅力があるわけですよ。で、同時に外国料理ってのはその国に合うように変わっちゃうんですよね。ですからアメリカにある日本料理ってのはやっぱりオリジナルとはちょっと違う。で、二つあると思うんですよ。で、一つは超高級料理化しちゃってるわけですね。じゃあこれオリジナルに近いかっていうと、これ2種類あって、本当に日本のあの超高級なあの一流のやっぱりそのお寿司屋さんと同じようにやってるお店もあって、で残りの半分はですね、フュージョン料理って言って、いわゆるそのなんかこう洋風にアレンジして、日本の食材を使っててなんとなく和風っぽいんだけど食べてみるとちょっと違うみたいなですね、無国籍料理ですよね。でそれがですね、あのアメリカ人すごく好きでそっち行っちゃってるんですよね。ですから、まあまずとにかくめちゃくちゃ高級になっていって、半分はフュージョンになっちゃってるっていうのが一つあるわけですよ。でもう一つは逆にこうお寿司ってものすごく人気があって、もう全米でもどんなところに行ってもあるんですね。でそこやっぱりちょっとこれも少し変わってきちゃってて、例えばもう絶対わさびは入ってないんで後からつけなきゃいけないってのはまずありますし、それからまあカリフォルニア巻きってのはもうそれが普通なんだみたいになっちゃってて、それで何年か前に日本の農林水産省が認定制度ってのを作ろうって話が出てて、でこれができた時にはですね、アメリカ人の人たちものすごく反発してですね、寿司ポリスってのが来るぞと、要するに日本から寿司ポリスってのが来て、一時チェックしてちょっと日本のオリジナルと違うとなんか逮捕されてて、そんなのはもうごめんだと、俺たち勝手にやらせろみたいなことでものすごく盛り上がってですね、だからそういう意味ではちょっとこの今回のですね、まあ、無形文化遺産っていうのがどういうふうになっていくのかっていうことに関して言うと、アメリカで見てると下手にそれこそその寿司ポリス的にですね、オリジナルの日本食の良さをってことにあまりこだわりすぎちゃうと反発を食らうし、ただ逆にあまりにも超高級化してしまった日本食ブーム、それから一方でこう大衆化してこう真ん中があんまりないんですよね。だその辺をこう充実させるって意味ではいい機会かなみたいなところで、まあ、非常にこれ面白い動きになるんじゃないかなと思いますけどね。アメリカニュージャージー州在住のジャーナリストでレーゼ昭彦さんにお話を伺いました。ゆりさん、今レーゼさんの話を、伺ってどのように、考えられますか。中間がない、日本食、高級日本食と大衆的な食事の間の 中間がないっていうのはご指摘の通りだと思いますね。海外で展開する上においてそういった、まあ、大衆食って言いましょうか、家庭料理というものをもっと広めていくということは、今後期待できるんじゃないでしょうか。なるほど。まあ、海外でどの国行っても普通に大衆的に食べられる外国料理というと中華とか、インド料理っていうのは、まあ、間違いなく食べられますけど、日本食は確かにおっしゃるように、はい、ちょっとクールで、スタイリッシュなところがあって、少し値段も高いですよね。寿司もそうですけど、まあ、ただ能や歌舞伎が無形文化遺産登録されてるんですが、能や歌舞伎が登録された時にこれを海外に持っていこうっていう動きとかお話ってあんまりなかったんじゃないかなと記憶してるんですが、まあ、今回はそういう意味では逆に日本の国内向け、であるのかなとも思いますし、あと、まあ、先ほども言ったようになかなかぼんやりしてる、つまり和食ってなんだろうというふうになってしまうと、まあ、和食の、関係した、食品、店舗とか含めて全部守ろうかなと
いうような政治的な、なんか背景が見え隠れするのが今回の申請かなとも思うんですが、日比さんどのようにお考えですか、ね、そのあたりは。そうですね、報道の内容を見てますと、和食無形文化遺産登録というのに対してすごくこう祝祭的なムードで、うん、日本料理店の方々が出て、これから和食をクールジャパンで発信するんだという話をされてるんですが、うん、申請内容の方は、申請されてるのは家庭料理という、この報道とその現実の矛盾の方が引っかかっていてですね、申請書を読んでるのかなっていう感じもあるんですね。まさにあの富士山の時の、自然文化遺産、自然遺産と文化遺産の違いみたいなところで随分齟齬があるなというような印象を受けんですが、樋口さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。料理人で小説家の樋口直也さんにお話を伺いましたが、改めて上杉さん一言ですね、この和食の無形文化遺産登録、うん、どう思われますでしょうか。まあ、さっき最初も言いましたけど、日本人のこの国際的な権威好きのなせる技かなと。まあ、大した影響ないし、和食うまければいいじゃないかと。美味しいものは美味しいし、そしてそれが世界中にどういう形で広がろうが、食べる人っていうのは別にこれは和食の文化遺産だからって食べるわけじゃないんで、まあ役人の発想じゃないかなと今日はぶった切りましたけど、まあ美味しいものを あまり、官、つまり官民でいう役人が評価するっていうシステム自体がおかしいのかなと思いますね。東京 FM タイムライン、今夜は和食の無形文化遺産登録を素直に喜べない訳をフォローしました。ではあらゆる書籍から今を考察する書考空間です。上杉さん、先週のタイムラインでもお話が少し上がっておりましたけれども、はい、今年初めてとなる上杉さんの新刊が発売されたんですね。はい、週刊スパの連載の、はい、をですね、まあその中からいくつかピックアップして、まあ連載なんですけど、あの対談なんですね、うん、そこから、いくつかピックアップして、さらに、連載でない、カットした部分をずっと凝縮して、12人の方に登場いただいて、インタビュー集プラス自分の論評も入った本ですね。12人のトリックスターたちのインタビュー集を、発売しました。そこで今日の書考空間は、今夜の一冊、上杉隆、偽薬者トリックスターが日本を変える。では上杉さん伺っていきたいんですが、まずタイトルですね、偽薬者トリックスターとありますが、この偽薬者というのは要は偽善者の反対ということで考えてよろしいんですか。そうですね、まあ日本って結構人からよく見られたいとか、はい、そういう人多いじゃないですか、またそういう人の方が社会の中で安定してるんですけど、でも社会を変えたり、システムを変えたり、この世界を変えたりするのってそうじゃなくて、まあ悪く見られようがなんだろうが自分のこうだと思うことを突き抜けてやる人なんですよね、うん、それは古今東西、例えば日本でも明治維新の時もそうでしょうが、その時代では悪に見られるけど、長身で見ると実はそれは偽悪、つまり悪ぶってるだけで、実際は社会にとってプラスじゃないかと。意味は違うんですけど、トリックスターっていうのもやっぱりそういういたずら心があって、うん、あえてそうやって社会の変革者になり得るということなんですよね。まあ、今回その12人の方がインタビュー出ているということなんですけども、その12人というのはどういう方が登場してくるんでしょうか。そうですね、あのインタビュー連載自体は実はこの数年間でもう60人ぐらいやってるのかな。まあそんなされてるんですね。でその中の12人をピックアップしたのは、はい、まあ、あのバラエティに富んでいろんな職業の方、いろんな立場の方を選んだんです。トップバッターは、川上信夫さん、あのドワンゴニコニコの、まあ、創始者である今会長ですね、肩書きもう一個言うとスタジオジブリの見習いという非常に変わった肩書きなんですが、はい、その川上さんとか、あとはモデルの富永愛さんとか、あるいは政治家でも細野豪志さん、それから今話題の種池田恒康さん、はい、明治天皇の夜叉子でしたっけ、それから、チームラボの猪子さんとか、あと、作家で東京都今教育委員をやってる乙武さんとか、うん、つまり、この世界、特に今の日本社会の中では、メインストリームじゃないけど、もしかして何かを変えてくれるんじゃないか、実際もう変えてる人たち、こういう人たちを、どん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 取材してインタビューして、行っている現在も進行中の連載の、まあ本出版化第1弾というものですね。
そもそも上杉さんがそういう、ま、トリックスターと呼ばれる方々にですねインタビューしようと思った理由、ま、惹かれる理由というのはどういうことなんでしょうかね。実はねこれ本に書いてなかったんですけど、はい、書かなかったんですけど昔、若者たちの神々っていうのがあったじゃないですか、朝日ジャーナルで筑紫哲也さん、今亡くなったジャーナリストが始めた連載なんですが、その若者たちの神々が当時時代の最先端を行ってる人たちを、インタビューしたんです。でその後その人たちが今時代の中核なんですね。名前を具体的に挙げると宮崎哲也さんとか宮台さんとか加山里香さんとか辻元清美さんとか坂本龍一さんとか、当時はまだ学生だったりそうじゃなかった人もいるんですけど、中森明夫さんもそうですね。そういう人たちがもう 2,30 年経って実は社会の中核に来てると、うん、だったら新しい世代の社会を変えてそういう先端に行っている人たちはぜひ、取り上げたいと、どういう人か話を聞いてみたいと思うのがこの連載そしてこの本のきっかけなんですね。なるほど。じゃあそうすると登場してくる方も確かに比較的若い方が多いということですもんね、これね。そうですね。少なくとも私の年よりも下か、もしくは、ギリギリ同じぐらいの人を中心に選んでるということなんですが、あとは、ただ単に違ったことをやるんじゃなくて何かを作り出してる、結果として生み出してる人、こういう人たちを取ったんです。ですから単純にただ評論するような人たちとか、頭はいいんだけど、なんか社会に出て目立ってる人というのは実は取り上げてなくて、目立ってなくても何か実際変えてるような人というものを、行動してる人、こういう人たちを中心に取り上げたんですね。実際上杉さんが、まあ、いろんな方とねお話インタビューされて見えてきたその彼らに共通するもの、どういうことなんでしょうかね。まあ、本のタイトルになってるんですけど、まあ、自分のやりたいことをやれば、どう見られてっていいじゃないかっていうそういう覚悟みたいなのを結構みんな持ってるんですね。覚悟、はい。分野は違うんです。ただそれが日本ではなかなか出る杭を打たれる、そして、この本にまあ通底するものなんですが、大体みんな最初に何かをやってるんですね、その分野それぞれで、すごい叩かれてるんですよ。今で言うと、ネットでは炎上状態、ところが自分たちはこれは、評価されるかどうかじゃなくてそうしたいんだと、あるいはそうした方がいいんだとやっぱ信じて進んでるんですね。だからある意味強いし、そして、外から見ると、疑惑的あるいはトリックスターのように見えるんだけど、実際は長い目で見た場合は20年30年のいわゆる筑紫さんの若者たちの神々ではないですけど、あ、社会の中核に行ってるんじゃないかなと、こういうふうに思うような人たちが、大変多いと、いうふうな、まあ、気がしましたね。初稿空間11月27日今夜の一冊は上杉隆、疑惑者トリックスターが日本を変えるでした。さてタイムラインのホームページに掲載されているウェブ限定コンテンツ、毎週水曜日は気にしないではいられない、今日はこの世代が一番マナーが悪いという批判の仕方に対する違和感というコラムを掲載しております。こちらもぜひご覧ください。マナーが悪いと、言うと、まあ、私もマナーが悪いと時々言われてました。そうなんですね。第二ボタン外してテレビ出てるとか、でもなんか別にその年なんですか、世代世代、時代時代でマナーって変わってきますし、うん、本当に悪いのかなと、言うとそうでもない時もあるんですね、はい、例えばゴルフやってますけど、ゴルフでもこれマナーが悪いかというと今だと悪いかもしれませんけど昔だったらよかった、逆に、過去のゴルフのルールからしたら絶対にありえないことが今、OK になってですね、そういう意味ではこのマナーというのも、世代間の批判とともに実は、必ずしも性悪では片付けられないものじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そして、まあ、上杉さんの、ね、本の紹介でもありましたが、まあ、ニュースでもあった野茂さんなんかまさにその、ね、パイオニア当時は批判されたけれどもというようなことですけれども、うん、どうなんでしょうかね、やはりこの出る杭渡れるという日本の、まあ、文化価値観というのはこれまだまだ変わらないということなんでしょうか ね、 そうですね。あと権威に弱いですね、うん、国際的権威がつくとコロッと手のひら返し、野茂さんもそうですし、疑惑者の中に登場するトリックスターたちもそうですが、叩かれて、ところが世界から評価されたりなんかするといきなり対応が変わると。でも、私のインタビューしたその疑惑者の人たちっていうのは意外とそういうものも冷静に見ていて、まあ日本っていうのはそういうものだし別にそれは嫌いでも何でもないよと、これは富永愛さんの言葉なんですけど、そういうものも一つ自分たちの生まれた社会だということを、逆に教えてもらったというのがこの本のインタビューでしたね。東京 FM タイムライン水曜日の今日は上杉隆と今井ひろみがお届けしました。